クシャーナ朝、クシャーナ朝は、中央アジアから北、インドにかけて、1世紀から3世紀頃まで栄えた、イラン系の王朝である。日本語表記は、一定せず、クシャナ朝、クシャン朝、クシャン朝、クシャン帝国とも呼ばれる。紀元前2世紀、強度に圧迫されて、移動を開始した遊牧民の月始は、中央アジアのバクトリアに定着した。これを、大月死と呼ぶ。 感所祭遺棄伝によれば、大月氏は、旧密急行木曹盛り行総なび木盛り行富急行高月盛り行の5急行を置いて、分割統治したという。それから104年後、5急行のうちの木曹盛り行が強情となり、他の4急行を滅ぼして木曹を落としようすようになった。大月氏の諸行はそれぞれコインを発行していたが、木曹盛り行が発行したコインは、 他の諸行の発行したコインに比べ数も多く、大型のコインは基礎盛り口のものしか、鋳造されなかった。ヘライオスのコイン。表には、彼の横顔が描かれ、裏には、ギリシャ文字で、オミクロン、オミクロン、オミクロン、シグマ、ラムダ、オミクロン、シグマ、オミクロン、オミクロン、選手、エライオス、コシャンのサナブとある。基礎盛り口の存在を示す、最も古い証拠は、ヘライオスという、 名の支配者が発行したコインである。これには、クシャーナの名とともに、彼の名前が刻まれている。しかし、年代の確定や解釈などについては、諸説ふんふんたる状態であり、このクシャーナ、最初の支配者についての具体像は、全くわかっていない。一世紀初頭から半ばにかけて、キソウサカリコは、クジュラカドヒセスの下で、他の四級コをすべて征服して、王を殺したと、 五干書再起伝には記されており、一般に、これをもって、クシャーナ朝の成立とみなされる。また、クシャーナ朝は、大月市の一派であるとも、土着のイラン系有力者であるとも言われる。クジュラカドヒセスは、カーブルを支配していた、ギリシア人の王、ヘルマユスと同盟を結び共同統治者となったが、やがて、ヘルマユスを倒して、カブールの支配権を単独で握った。 さらに僕たちとマレビトを征服しパルティア領の一部をも征服した。当時この地域で勢力を持っていたのはインドパルティア王国の王ゴンドファルネスであったが、クジュラカドフィセスは彼と争ったか、もしくは彼の死による同王国の弱体化に乗じてその領土の征服を行ったと言われている。いずれにせよ、クジュラカドフィセスのコインにはゴンドファルネスなど、 インドパルティア王が発行したコインに重ねて打国したものが見られることから、クジュラカドフィセスとゴンドファルネスや彼の後継者、アブダガセス一世などがほぼ同時代を生きていたのは確実である。クジュラカドフィセスのコビマタクトとビマタクトのコビマカドフィセスは北西インドの征服に成功した。最近の研究ではビマタクトの時代に北西インドと中央インドの一部、 そしてバクトリア北部がクシャーナ朝の支配下に入ったと言われている。ビマタクトとビマカドフィセスは北側からバクトリアに通じる交通の要衝に関門と要塞を多数構築し、大国としてのクシャーナ朝の基盤を構築した。そしてバクトリア地方の防御のためにカラルラングと呼ばれる特殊な地位を持った総督が配置された。また、五関書によれば、 北西インドの統治のために将軍が置かれたとあるが、この将軍とは後に,にし、クシャトラパをはじめとした独立勢力を構築することになるクシャトラパであると考えられる。またビマタクトは、再域進出も試み、90年に五官の班長を攻めたが、撃退され失敗に終わった。これ以降、クシャーナ朝は五官に毎年貢献するようになる。 ビマタクトは、その支配領域に統一したコインを発行した。彼のコインにはギリシア語で、ソテルメガスという称号が刻まれている。クジュラカドフィセスのコインが、各地の古い支配者が発行したコインを真似たもので、あったのに対し、ビマタクトによる、新式のコイン導入は一体性を持った、帝国としてのクシャーナ朝が確立していったことを暗示する。ビマカドフィセスの息子ニシカ一世の時、 クシャーナ朝は全盛期を迎えた。とがプルシャプラに置かれ、独自の暦が制定された。カニシカはインドのさらに東へと進み、パータリプトラやネパールのカトマンズの近辺にまで勢力を拡大した。また、カニシカの発行したコインはベンガル地方からも発見されているが、これを制服の痕跡とみなせるかどうかは定かではない。ともかくも、 こうしたインド方面での勢力拡大に合わせ、ガンジスガー上流の都市マトラーが福都といえる、政治的位置づけを得た。カニシカはその地性の間に仏教に帰依するようになり、これを厚く保護した。このためクシャーナ朝の支配した領域、特にガンダーラなどを中心に仏教美術の黄金時代が形成された。この時代に史上初めて仏像も登場している。軍事的にも、 文化的にも流星を誇ったカニシカ王の後を継いだのはおそらくカニシカの息子であろうと言われているバーシシカ王である。しかしバーシシカ王以後クシャーナ朝に関する記録は極めて乏しい。バーシシカは最低でも4年間は大いにあったことが碑分の記録からわかるがその知性がいつ頃まで続いたのか全くわかっていない。バーシシカに続いてやはり カニシカオの息子であると考えられているフビシカが大位についた。フビシカオは40年前後にわたって大位にあったことが知られている。フビシカに関する碑文などがかなり広範囲から見つかっており、カニシカオの死後は記録が乏しいとはいえ、クシャーナ朝自体は強制を維持していたと考えられる。3世紀頃、フビシカの後を継いでバースデーバが大位についた。 彼の知性に、三国時代のギニシャを派遣した記録が残されている。バースデーバというインド風の王名は、この時期のクシャーナ城が、極めて強く、インド化していたことを示す。貨幣などの図案にも、インド土着の様式が強く現れるようになっている。バースデーバは、サーサーアンアサのオーシャープール一世と戦って、完全な敗北を喫した。以後クシャーナ城はインドにおける、 支配権を失い、残された領土は、サーサーン・アサに次々と制圧された。クシャーナ朝はなおもカブール王として存続していたが、バハラーム二世紀の時代には、サーサーン・アサの支配下に置かれるようになった。クシャーナ朝の旧領土は、サーサーン・アサの支配下においては、クシャンシャーと称するサーサーン・アサの王族によって、統治された。これはツーレークシャーのサーサーン・アサと呼ばれる。 クシャーのサーサーン朝が発行したコインなどはサーサーン朝様式よりもクシャーナ朝の様式に近くおそらくは多くの面においてクシャーナ朝の要素を継承したと考えられるこのようにクシャーナ朝の権威は滅亡した後も長く現地に残ったのであったクシャーナ朝はユーラシア大陸の中央部の広い領域を支配したため各地の文化の大きな影響を受けた その文化は、包容的、融合的性格を持ったと言われており、特にその特徴は、王の称号に現れている。例えば、カニシカ王の残した碑文の中には、シャーヒ、ムローダ、マファラージャ、ラージャキラージャ、デーバプトラ、カイサラなるカニシカと記すものがある。これはカニシカが使用した称号を羅列したものであるが、カニシカ王に限らず、クシャーナ朝の王たちは、 世界各地の王の称号を合わせて名乗ることを好んだ。近年、アフガニスタンで発見されたダシテナウルヒブンや、ラバータクヒブンなどのバクトリア語資料において、ピマタクトやカニシカは、オミクロンオミクロンオミクロンと称しており、アケムネス朝や、アルサキス朝サ、ーサーン朝など他のイラン系の王朝と、同じく、朝の王を名乗っていたことも判明している。カニシカ王の時、厚く、 仏教を保護したため、仏教芸術が発達した。プルシャプラを中心とするガンダーラで起こったため、ガンダーラ美術と呼ばれる。この流星を極めたガンダーラ美術の成果の中でも、最も重要なものは、仏像の登場である。従来の仏教美術において、仏陀の姿を表現することは、意識的に回避されてきた。仏教説話を表現する際、仏陀は法輪や仏塔。 仏則跡などで象徴的に表されるだけであったが、クシャーナ朝支配下のガンダーラとマトゥラーにおいて、ついに、ブーダを人間の姿で表す仏像が誕生したのである。マトゥラーでは、ガンダーラの仏像とはやや趣きをことにする仏像が多数制作されている。ガンダーラやマトゥラーなど、当時クシャーナ朝が支配した領域で広く仏像が制作され始めたことは、仏像の誕生に、 クシャーナ人自体も深く関わっていたことを示唆する。なお、ガンダーラとマトラーのどちらで先に仏像の制作が始まったのかは分かっていない。スルフコタル湿度のバクトリア語非文クシャーナ人の使用した言語は中期イラン語で東イラン語に属すと考えられるバクトリア語である。アラム系文字で筆記される場合が多いイラン語としては唯一ギリシャ文字系で筆記された。 既存のギリシア文字24個に加え、アイスランド語の、2、形状の似た、の音化を持つ文字を加えた25字が用いられた。現在残されている最古の資料は、クジュラカドヒセスのこと目される、ビマタクト王の名になる碑文である。つい最近まで、バクトリア語の研究は、貨幣研究と1957年に、スルフコタルで出土した、カニシカ王碑文など、 若干の碑文以外に資料がなく、ほとんど謎の言語であったが、近年アフガニスタンで、被告資料と、比較書簡文書が大量に発見されたことによって、飛躍的に解明が進んだ。特に、ラバータク碑文は1200字を20数行にわたる、現存では最も長いバクトリア語碑文で、クジュラカドフィセス、ビマタクと、ビマカドフィセス、カニシカに至る4代の王名が列挙され、 カニシカの命令が、キリシア語の勅命を発してその後、アーリア語にした、カニシカの統治第一年に、インドのクシャトリアの王国のすべてに布告した。カウシャーン・ウィーやパータリプトラ、スリー・チャンパーまで、偉大なる支配者と他の者たちの意図のうちに置いたと、クシャーン・朝の制度やこの時代のインド史を知る上で、極めて重要な内容が書かれている。また、碑文の書式も、 アケメネス朝の古代ペルシア語によるオーヒブニやサーサーアン朝の王妃ンなどとの共通性が指摘されている。クシャーナ朝の領土は同時代に中央インドで繁栄を迎えてきたサータバーハナ朝などと同じく交易によって繁栄を迎えていた。かつてクシャーナ朝が北西インドを征服する以前、この地域の貨幣経済は衰退期を迎えていた。原因は知られていないが、 北西インドでは、銀が不足し、インドパルテア人やサカ人の小王朝が発行する、銀貨は極度に品質の悪いものとなっていた。しかし、クシャーナ朝が北西インドを支配した時代、すなわちビマタクトとビマカドフィセスの治世以降、彼らは盛んに金貨と銅貨を発行し、特に北西インドで作られた金貨は、質、流通量ともに向上した。ローマやインドの商人によって、 ローマやインドへ向けて、絹、香料、宝石、染料などが輸出された。これらの商品は、ローマでは、原価の100倍もの価格で売れ、代金として、金がクシャーナ朝にもたらされた。クシャーナ朝にとって、ローマとの貿易がいかに重要なものであったかは、彼らが発行した金貨の単位からもわかる。クシャーナ朝は、金貨の単位を、ローマの金貨単位に、リンクさせており、 その金貨は正確に、ローマのニアウレウス分の重量を持っていた。さらに、ローマのデナリウスは、ディーナーラとして、その通貨単位が、クシャーナ朝に取り入れられた。参考、オクタビアヌース時代のローマの、通貨交換レートクシャーナ朝の応答は長く、貨幣名文などによる断片的な記録に基づいて復元されており、不明点が多い。クシャーナ朝の応答復元について長く指示されてきた。 説が、クジュラカドフィセスとビマカドフィセスの属する王朝と、カニシカ以後の王朝は別の王朝であるとする説、すなわち、カニシカ王による王朝交代説である。これは、カニシカ以後、カドフィセスから、イシカ系列に王名が切り替わっていることや、カニシカが独自の暦を定めていること、両カドフィセス王時代のコインではギリシア語の称号を、ギリシア文字で、プラークリット語の称号を、 カローシティ文字で平気する様式であったのに対し、カニシカ王以後は、バクトリア語の称号を、キリシア文字で記したものに変化していることなどを根拠としている。これと合わせて、チベットの伝説に、宝ンの王子ビジャヤキイルティが、カニカ王とグザン王と共に、インド遠征を行ったというものがあること。漢訳物典の中に、カニシカが宝ン出身であるとほぐせるものがある。 このことからカニシカが小月子の出身であるとする説もある。ところが近年新たにカニシカ王の碑文が解読され、クシャーナ朝の歴史について多くの新事実が明らかとなった。この碑文は1993年にアフガニスタンのラバータクで偶然発見されたもので、バクトリア語で記された1200字余りの文書であり、クシャーナ朝時代のものとしては最も長文の記録の一つである。 内容はこの地方のカラルラコであったシャファロに対して、カニシカ王の祖先の彫像を収める神殿を建設することを命じたことが記録されたものであった。この結果、カニシカ王とそれ以前の王との間に血縁があったことが判明した。この碑文の解読によって、ソソフ、クジュラカドフィセス、ソフビマタクト、トービマカドフィセス、そして碑文を作らせた。 カニシカの4名4世代の応答が判明した。特に、ビマタクトは従来全く知られていないようであったが、彼の存在が明らかになったことによって、初期クシャーナ朝の歴史に本質的な修正がもたらされた。これまで、クシャーナ朝時代に発行されたコインの中で、ソテルメガスという称号のみが記されたタイプのものが、 クジュラカドヒセスによるものか、ビマカドヒセスによるものかが論じられてきたが、その多くは、ビマタクトのものであると考えられるようになり、クシャーナ朝の大幅な勢力拡大が彼の時代に行われた可能性も考えられている。起想盛り校がもともと、大月市に属し、大月市の他の盛り校を従えた後、クシャーナを国号として王と名乗ったという、ご関書の記録や、 伝統的な月子の王の称号を用いたことからも、わかるように、大月氏とクシャーナ朝は多分に連続性の強い、政権であったと考えられる。中国では、クシャーナ朝が権力を握った後も、その王を、大月氏王と呼び続けた。五感書には、以下のようにある。月子寺これの後、埼玉、富森、諸国将の見ない枠高そう王。漢本そのこ,こを、こと、大月氏運。 以後、月氏は最も富盛んとなった。諸国は彼をクシャーナ王と呼んでいる。関では古い称号を用いて大月氏と呼んでいる。五漢書また、中国の三国時代にバースデーバ一世が義に施設を派遣した際、義はバースデーバに対し、親義大月誌王の金印を送っている。これは和国の王卑弥呼に対するものと並んで、 儀の時代に外国に送られた金印の例であることから比較的よく知られているが3世紀に入っても中国ではクシャーナ朝が大月氏と呼ばれていたことを示すものである。しかし大月氏とクシャーナ朝を同一のものとみなしていいかどうかには様々な立場がある。ソグディアナやホラズム地方の大月氏系諸侯はクシャーナ朝とは別に独立王国を形成していた。 ことが知られており、これらの大月死刑諸国を、クシャーナ朝が征服した痕跡は現在まで一切、発見されていない。クジュラカドフィセスビマタクトビマカドフィセスカニシカ一世、バーシシカフビシカバースデーバカニシカニセイサーサーン、朝の征服オタリ1999、PP101 から111、ありがとうございます。